さあ始まりましたワンキャリー企業ラボ。この番組は様々な企業を徹底的に分析してその魅力に迫っていく、そんな番組となっています。さて今回の企業はですね、日本マスタートラスト信託銀行さんにお越しいただきます。もしかしたら学生の皆さん初めて聞いたという方もいらっしゃるかと思うんですが、実は日本の金融資産の半分近くを預かっている資産管理専門の信託銀行ということなんですね。いろんなことを深掘りして聞いていきたいと思います。のでぜひこの機会にいろいろ学んでいただければというふうに思います。では改めて今回のゲストのご紹介です。日本マスタートラスト信託銀行さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今回はお二方にいらっしゃったということで、まず自己紹介からお願いしたいなというふうに思います。まず勝間田さんからお願いいたします。はい、はい、日本マスタートラスト信託銀行人事総務部採用キャリアグループの勝間田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして坂下さん、はい、自己紹介お願いします。はい、日本マスタートラスト信託銀行人事総務部の坂下と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。勝間田さんはお休みの日はお出かけしたり、はい、そうですね、たまにサッカーを見に行ったり。いいですね。しております。一人でですか？夫と一緒にひっついてやっております。楽しい。坂下さんはいかがですか？私はですね、休日はもう子供たちと一緒に公園に行ったり、旅行に出かけたり、小学生のお兄ちゃんと1歳の子がいるので、ちょっとそれぞれに合わせながら遊んでおります。うんうん、そうなんですね。坂下さんはこの後また、ね、育休とかのお話も詳しく聞かせてくださる、はい、ということですから、お話をお願いいたします。さてここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきたいなというふうに思います。では今回のトークテーマ見ていきましょう。こちらです。こちらの5つの質問ご用意しております。まず御社が社会をどう支えているのかというところから始まりまして、あと仕事っていうのをチームでするのか個人でするのかという、ちょっと働いた後のイメージをぜひ学生の皆さんにつけてほしいなというふうに思います。あと働きやすさだったり福利厚生についても伺っていきたいなと思いますので、ここで先ほどの坂下さんにも少しお話しいただいた最強育休みたいなところもお話を伺えればと思います。では早速一つ目の質問参りましょう。こちらです。資産管理専門の信託銀行、社会をどう支えるということで、まずこの話題からお話しいただきたいなというふうに思うんですが、日本の金融資産の半分近くを預かっている信託銀行というふうに伺っております。どういうふうに社会を支えているなというふうに実感を抱きながら働いていらっしゃるんでしょうか？いかがでしょう？ありがとうございます。先ほど会社説明のところでも少しお話ししましたが、金融のナショナルインフラというところを持って、社会を支えているかなというふうに思っています。少し具体的に言いますと、有価証券の売買だったり、そういったところで日本の資本市場を支えていたりもします。で、先ほど大阪資産管理部というものを紹介させていただいたんですけども、災害時も必ず業務が継続できるように、社会の必要なインフラ、皆さんがご存知な水道とかですね、電気ガスのようなイメージ持っていただければというようなふうに思っております。でびっくりしたのが、現在預かっている資産の残高がおよそ600兆円。はい、615兆円まで達しております。国家予算でも見たことない、そうですね、6倍に当たるような数字になりますので、かなり責任のある仕事を皆さんされていらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、そのあたりの意識はいかがでしょうか？ありがとうございます。非常にお預かりしている金額も多いので、日々ミスは許されないなというふうな気持ちをこう引き締めながら、皆さん業務励んでいるような形になります。はいですね。ただそんな中で今ネット証券の市場というのもすごく拡大しているなというふうに、私も実感しているんですけれども、その御社はそういったところにはどういうふうに関わってくるんでしょうか？はい、ネット証券ですね、最近NISAだったりイデコだったり、学生の皆さんも非常に投資に興味持たれている方多いかなと思うんですけども、運用とか
という運用自体はですね、まるまるアセットマネジメントというところがやっているような形にはなるんですけども、はい、そこの運用されているあの商品に関して資産管理をするのは当社になってまいりますので、まあ、最終的に皆さんの商品金融資産をお預かりしているのは当社という部分で、まあ、最終的に関わりがあるというようなイメージになります。なのでそのネット証券で口座を開設しているという方も実は関わりが、そうですね、ワンステップ踏んだ先に、はい、見えないところで、そうですね、ところですよね、はい、だからこそこれだけの資産を管理してらっしゃるというところだと思うんですけれども、なんて言うでしょう、業務内容についてなんですけれど、確率的にこうなってしまう部分っていうのってもしかしたらあるんじゃないかななんて思うんですが、はい、そのあたりはいかがですか。はい、まあ、業務を委託されてるみたいな部分もあるので、委託っていうとどうしても受け身、言われたことしかやってないんじゃないかなというふうに思われがちなんですけども、まあ、ちょっと外国領域 の具体的なお話をさせていただくと、まあ、当社としましてはお客様に一番にこう相談される会社でありたいという気持ちを持って日々業務に取り組んでいます。例えば新しい、まあ、投資対象がある場合は、まあ、その国に実際に赴いて現地で調査をしたり、まあ、関係各所と手を取り合いながら、業務を進めておりますので、まあ、そういった結果ですね、現在投資先は130カ国、まあ、外国証券においては165兆円というような規模の金額をお預かりしているので、まあ、そういったところが結構こう、そうですね、実績として出てきているかなというふうに思っております。他の大手の信託銀行さんとここがもうとにかく違うよっていうのはどういうところになってくるんですか。そうですね、やっぱりこうお客様に一番に頼られる存在でありたいという気持ちが、他社さんよりももしかして強いのかなというふうに思っていて、まあ、それが、はい、今の実績に紐づいているのかなというような形がするので、まあ、日々の社員の心の持ちようなのかなというふうに思っております。ですか、はい、でも確かにこう世の中見渡しても今すごくこう投資に興味のある方って増えているなとも思いますし、はい、まあ、国も投資を進めているぐらいの、そんな世の中になってきていると思うんですが、そういったことって働きながらこう実感したりだとか、これからのこう未来を考えた時にすごく重要な役割をさらに担っていくんだなっていうような実感ってあったりしますか。そうですね、資産管理残高も、ここ 2,3 年ですごく増えてきてしているの で、まあ、やっぱり先ほども申しましたけど、学生さんとかもどんどん投資が身近になってきたりするので、そういうイメージあります、はい、なので、まあ、ますますそういう動き、増えてくるかなと思うので、まあ引き続き引きを引き締めて、一番お客様に頼りにされるような信託銀行でありたいなというふうには思っております。今後の将来も明るい、ね、はい、そう願っております、では続いての質問参りましょう。こちらです。外国資産管理部実際の業務内容はということなんですけれども、ぜひお二人の経験も交えながらお話しいただきたいなというところなんですが、まず最初に外国資産管理部の業務内容についてお話しいただきたいんですが、いかがでしょうか。はい、外国資産管理部ではですね、為替の取引であったりとか、あとは海外の株や債券の売買、